マイナ2 7 -27 フランカース,マイナス -27、SKMS-27 はソ連のスホーイ設計局が開発した戦闘機。現在もロシア、旧ソ連諸国や第三世界で使用、改良された本機はアメリカの F-15 イーグルにも匹敵する、極めて高い格闘性能や長大な航続距離を誇る。ロシアでは、 スホイ設計局航空機の愛称として、スーシュカやスハーリとも呼ばれる。一般的には、フランカーという名で知られており、これは、北、大西洋条約機構がつけた、NATO コードネームである。このコードネームは後に逆輸入され、ロシア国内でもフランカーの故障が使用される場合がある。なお、この機体の愛称として、ジュラーブリクという名が紹介される場合があるが、 本国ロシアでは公式、非公式問わずの相性は使用されていない。1960年代終わり、ソ連防空軍は新たな防空戦闘機の開発を計画、想定的に西側諸国、特にアメリカとイギリス保有の超音速、1000音速超距離爆撃機、及び開発中と見られる XB-70 新型超音速爆撃機に、 対してはすでにミッグ -25 配備と後継機、ミッグ -31 の開発が進められていた。しかし、アメリカがミッグ -25 に対抗するため、新型戦闘機開発を進めていたことから、ソ連空軍、防空軍としてもそれらに対抗し得る、新型防空戦闘機の開発が急務とされていた。従来、防空軍にとっての、 迎撃戦闘機として求められる要件は以下のようなものであり、実現の過程において必然的に機体の大型化を招いた。なお、それまでに完成した迎撃戦闘機はいずれも長射程の空対空ミサイルを装備して超音速で飛行すること以外の能力をほとんど持たない対爆撃機迎撃戦用機として開発、配備されることになった。 しかし、アメリカ空軍が空中給油の技術を完成させて、小型の戦闘機に対する空中給油を可能にしたことにより、長距離戦略爆撃機にも戦闘機の護衛がつくこととなった。さらにベトナム戦争の戦訓から、領海に接近した空母機動部隊の搭載機による対地攻撃が大きな脅威となることも認識されるようになった。これらのために、 防空戦闘機であっても爆撃機以外との空中戦が発生することが想定されるようになった。そのため爆撃機のみを対象とした機動性能の低い対爆撃機迎撃機では機動性能で勝る戦闘機に対して大きく劣ることになると判断された。新型防空戦闘機の開発にあたっては従来の高速性能、高速能力、 長射程対空兵装の運用能力、横断数搭載能力に加えて、敵戦闘機と十分な機動戦闘が行える、空中機動性能が求められることとなった。この要求に基づいて、スホーイ設計局に設計開発が命じられた。試作機型 T-10 主翼上に、渦の交わりを防ぐために、境界相板が取り付けられているが、交わる渦に、 境界相番からの渦が加わるという結果となり、逆効果となっている。当局の命令に応じ、スホイ設計局では、ゾギーの研究結果をもとに、流体工学的に優れているとされる、機体形状を追求した機体の設計を進めた。提出された案は、当局の認可を得て、正式に T-10 の設計局内名称が与えられ、試作機の製作が行われた。 T-10 は、OG 翼と呼ばれる、緩やかな曲線を描いた後退翼の主翼を持つ、機体であった。この機体は、ソビエトの実用戦闘機としては、初のフライバイワイヤによる、機体制御を実装して完成され、1977年5月20日には、ウラジムイルイリューシンの操縦により初飛行し、各種の飛行テストが進められた。しかし、飛行の結果は、 このマシーとは言えなかった。迎え角が8度を超えると、ラークスと主翼前縁から発生した渦が大きくなって交わり、気流が翼面から剥離することで、激しい振動が発生するなど、空中安定性が著しく不安定で、機体制御を司る電子機器の信頼性が低く、操縦安定性が極めて低く危険なものであった。 1978年には、試作2号機である T-10 から2が完成し、さらなる飛行試験が続けられた。しかし、T-10 から2は超音速飛行試験中に、主翼が空中分解を起こして墜落。パイロットのイブゲニー・ソロビオフが死亡するという事故を起こした。上面から見た、試作機 T-10 と、量産型 S-27S のシルエット。 この事故もあり、前任者のナウム・チェルニャコフが病気になったため、計画担当になっていたミハイル・シモノフは、T、T-10 設計の根本からの見直しを徹底的に討議、検討し実行した結果、機体のほぼ全ての箇所で、設計の見直しが行われた。設計が変わった代表的な点は、以下の通り。これらの設計改良が行われた施策7号機以降は、名称も、 T-10S-1 と解消され、1981年4月20日に、チーフテストパイロットであるウラジーミルイリューシンの操縦により初飛行した。ちなみに、下の府はこの時に生じた、設計局内の圧力により、設計が一段落した1979年に、航空工業省の科学、新技術担当時間として引き取られたが、 1983年1月に設計局長としてスホーイに復帰している。T-10S-1 の完成により飛行性能は大幅に改善された。満足する性能を実現したとしてソビエト防空軍及び空軍への導入も決定した。その後、主翼端を曲線形状から直線形状に変更して、そこに空対空ミサイルのランチャーを取り付け、 垂直尾翼の上端の形状を水平にカットした形状から前方から後方にかけて斜めにカットした形状に変更する改良が行われた。その後、マイナス27の正式名称が与えられて量産が開始され、1982年11月には初期量産型の初号機がロールアウトしたが開発段階からアビオニクスにおいて、 多くのトラブルが発生していた影響により、試験と評価のための引き渡しが開始されたのは1985年まで、ずれ込み込んだ、配備は1986年から開始されている。翌年には、コラ半ン島の沖合を飛行中に、ノルウェー空軍の P-3B 対戦紹介機から、写真撮影され、初めてその姿を西側に晒した。その際に、P-3 は、 従来のジェット戦闘機では追随できないほどの低速でスマイナス27をやり過ごそうとしたがスマイナス27は同じ速度で追随し P マイナス3と接触事故を起こし国際問題となった機体は胴体から主翼へ滑らかに変化させたブレンデッドウィングボディを採用し主翼は前縁にドループフラップと後縁に翼腹のに 三程度のフラッペロンを装備している。また、主翼前縁の付け根から、コックピットの下部まで、長く伸びた、ラークスが形成されており、機体の重心位置の前方において、揚力を発生させて、機種上げのモーメントを大きくすることにより、大きな向かい角での飛行を可能としている。尾翼の垂直尾翼は垂直に取り付けられており、水平尾翼は、全誘導式で、 ピボットの位置を胴体微端に置いており、水平尾翼が下げ位置になっても、空気抵抗が発生しないように、引き込み式の流線型のフェアリングが装備されている。水平尾翼は左右の水平尾翼を作動させるすなわち、テールロンであり、ピッチ軸の操縦だけでなく、ロー軸の操縦にも使用される。操縦装置はヨエのアナログ式、フライバイワイヤ方式を装備しており、 それにより、機体を制御できるのは、ピッチ軸だけで、用軸は安定増強を行うだけとなっており、4機の飛行操縦コンピュータには、エアデータソースが、別々のところから送られており、機体にかかる最大荷重ではプラス8、5G からマイナス2、5G までの間、迎え角では30度から35度までの間で、制限しているが、 パイロットが飛行中に操縦桿を 15kg の力でいっぱいに引くことによりリミッター解除スイッチが作動してその制限を解除することができる。また、あらゆる高度においても操縦席にあるボタンを押すだけで機体を自動的に水平直線飛行に戻すサウ -27 自動飛行操縦装置も装備されており地上の管制ステーションや AWACS から機体を直接 制御することが可能である。プガチョフコブラス -27 の最大の特徴は、高い機動性であり、機動性の高さを示す例としてはコブラがよく話題に上がる。コブラは水平飛行しているところからさほど高度を変える、ことなく急激に機種を上げ失速寸前まで速度を落とす軌道であり、1989年のパリ航空省で、 テストパイロットのビークトルプガチョーフの手によって初めて西側諸国の前で披露し注目を浴びた。発展型であるスマイナス35では旋回中にコブラを行うフックを行うことが可能であった。さらにその発展型であるスマイナス37では高度を変えることなく1回転するクルビットを行うことが可能である。 回転半径こそ大きくなってしまうもののスマイナス30ムキー、MKM でも可能である。ロシア航空宇宙軍の極技飛行隊、ルースキエービーチャーズイのスマイナス 27UB のコックピット。スマイナス27のコックピットは、全部胴体の上面に大きく突き出ている。また、全部風防やキャノピーの枠は、境界線部分以外すべて廃止されており、 累積型の風貌と合わせて、それ以前のソ連製戦闘機に比べて視界が広くなっている。さらに、スマイナス 27UB やスマイナス30系列に代表されるタンデム複座型では、それまでのソ連製戦闘機の複座型に比べると、後部座席がかなり高めに配置されており、後席搭乗員にペリスコープが無用なほど良好な前方視界を提供している。 スマイナス27のコックピット。軽器類は、正面の HUD と HUD の右下にある、モノクロ CRT 式、レーダーディスプレイ以外は、従来型の軽器類で占められている。ただし、後の改良型では、カラー液晶式、MFD を装備してのグラスコックピット化が、進められている。射出座席は、NPP ズベズダ製の K マイナス 36D を、 搭載するエンジンは、流離カサトゥールン a l 3 1アフターバーナー付きターボファンエンジンを2機、胴体仮面のエンジンマセルに搭載している。エンジンのエアインテークには、コンピュータ制御の可変式の取り入れ口ガイドベーンが、装備されており、飛行中での高起動時において発生するエンジンの、コンプレッサーストールを防いでいる。また、荒れた。 飛行場に離着陸の際、異物がエンジンに入るのを防ぐため、グリッド式の異物侵入防止策を装備しているほか、エアインテークの側面にはアルバー型の補助空気、取り入れ口が装備されている。仮面から見たウクライナ空軍のスマイナス27。10箇所のハードポイントにはすべてパイロンが設置されている。また、スマイナス27は、 超大な航続距離とミサイル搭載能力も持ち合わせている。増装を使わずに、機内燃料のみでミサイルを10トン近く搭載し、4000キロメートル近く飛行を行うことが可能である。機関砲については、ミッグ -29 と同型の GSH-30 から 130mm 機関砲を一門、右辺ラークス上面の付け根部分に装備している。ハードポイントは、 両種翼端と両種翼下に2箇所ずつ左右エンジンなせる下に1つずつさらに胴体中心線下に前後2つの合計10箇所に配置されているまた、工術のように翼端のミサイル発射レールを電子線ポッドに交換することも可能である空対空ミサイルをフル装備する場合はオフボアサイト射撃能力を持つ 短距離空対空ミサイルの R-73 を4発、中距離空対空ミサイルである R-27 を6発搭載するのが標準となっている。なお、S-27 の発展型の機体が搭載する射程延長型の R-27EM は約 110km の射程を持つとされる。また、最新型の R-77 は、 約 90km の射程とされている。空対地兵装については、初期のスマイナス 27S では、無誘導爆弾と無誘導ロケット弾しか使えなかったが、後に開発された派生型や、既存のスマイナス27を回収したスマイナス 27SM では、様々な空対地ミサイル、空対艦ミサイルや誘導爆弾を装備可能となっている。 スマイナス27の他の特徴として、スト、レーザー測距装置や、シュッチェル、または、スラヘルメット装着目標指示装置や、TKS-2 と呼ばれる通信システムが挙げられる。スマイナス 27UB のコクピット周り。コクピット前方に設置されているのは、ストと、レーザー測距装置の入った、センサー収容部高い機体性能を持つスマイナス27だが、 アビオニクスは、西側と比べ総合的には劣っている。スマイナス27に搭載されているレーダーは、N001 メーチパルスドップラーレーダーで、基本的には、ミッグマイナス29の装備している、N019 ルービンレーダーと同じだが、機体が、より大きいため、レーダーのアンテナ直径は大きくなっており、ルックダウンシュートダウン能力を持ち、最大10目標の探知が可能で、 戦闘機クラスの目標に対する最大探知距離 100km、目標の最大追跡距離 75km の性能を持っている。レーダー画像の表示はコックピット前方形基板右上部にある小型のスクリーンに表示されるが、合成開口レーダーの画像はヘッドアップディスプレイにも表示が可能である。しかし、NATO のものと比べると探知距離、 探知数ではそれほど劣らないものの、捜索中追尾能力がないため、ある目標をロックオンすると、他の目標の捜索や追跡が不可能となり、複数目標の同時ロックオンができないなど、他の面でかなり劣る部分があった。そのため、第1目標ロックオン後の第2.3の目標については、地上の警戒レーダーや、 AWACS などで目標を補足してもらい、その中から優先する攻撃目標の指示をそれらから受けることによりその問題をカバーしていた。発展型ではレーダーの乾燥が行われており、輸出型のスマイナ二2 7 s k では同時攻撃能力が付加されに目標のロックオンが可能な NLHVE となりいくつかのレーダーモードが追加された。また、既存のものについても、 最終的に N001VEP に換装された。また、複座型のスマイナ二2 7 u b は、ソ連空軍、防空軍の戦闘機としては初めて、機種転換訓練用の複座型にもレーダーを搭載し、短座型とほぼ同等の戦闘能力が付与されているのも特徴である。この特徴は、後にマルチロール型複座機のスマイナス3 0シリーズを生み出すことにつながった。 その他に、自己防御装置として、スポ -15 ベリオザレーダー警報システムを搭載しており、その受信部を垂直尾翼公園に取り付けている。これは、相手の航空機から発信される、レーダーなどの電波を受信して、システムに内蔵された情報ライブラリーと称号することにより、脅威電波の識別と度合いのほか、その方向、距離、システムの形式を表示できるようになっている。 相手のレーダーを妨害するアクティブ方式の妨害装置も搭載しているが、その詳細は不明である。後部胴体中央のテールコーンの上に APP、APP-50 チャフフレアディスペンサーが装備されており、96発のチャフ、またはフレアカートリッジを搭載できるようになっている。また、主翼端のミサイル発射レールを外して、 ソルブツや電子戦ポッドに換装することも可能である。スマイナス27は F-15 や F-14 など当時の新鋭戦闘機に対抗して作られた戦闘機であるため比較の対象となることが多い。初期型のスマイナス27は現在の空中戦の勝敗を決定する上で最も 重要なレーダーなど電子機器全般の性能が F-15 に比べて圧倒的に低く、早期警戒管制機など、広報支援を担当するシステムとの連携も劣っていた。しかし、後の改良により、データリンクの導入、レーダーの近代化などが行われた結果、最新型の S-35 では見劣りしないものとなっている。1992年に、 ロシアのスマイナス27部隊が、ラングレー空軍基地を親善訪問した際、模擬空戦でス、スマイナス27が F-15C に勝利したという情報もあったが、虚偽との情報もあり確かではない。また、スマイナス27は、同時期に開発されたミッグマイナス29と、比較されることも多い。しかし、 スホイ設計局では広大な国土を防空する用途として長い航続距離と高い積載能力をコンセプトにして開発されたのに対し、ミコヤン設計局では局地における格闘に用途の戦闘機という方針で開発された。両設計局とも中央流体力学研究所の研究結果をもとにしたため基本形状が似ているが、その点に関しては、 ミッグ -29 の項目を参照されたい。なお、1999年2月25日に、エリトリアが使用しているミッグ -29 と、エチオピアが使用しているスマイナス27が交戦した。スマイナス27が、ミッグ -29 を撃墜し、勝利に終わっているが、その詳細についてもミッグ -29 の項を参照のこと。 スマイナス27は、多くの発展型が開発されている。インド空軍のスマイナス30ムキー本国のロシアでは、まずスマイナス27の輸出型としては、ダウングレード型のスマイナス 27SK とその、複雑型ユーベックが開発されている。この型は、対地攻撃能力が追加、誘導兵器のみ、搭載可能、アビオニクスに関しては、ガルデーニア XM を中核とする。 LTTS 統合防御システムが追加装備されている。これは F-15E のチューズである案、アルク1 3 5と同等能力とも言われる。S-27SK、U-BEC は中国に輸出され、J-11 型としてライセンス生産されている。また、S-27 を構造から見直し、 後術のスマイナス33同様にカナードを装備し、アビオニクスも強化したスマイナス35が開発され、さらに水力変更ノズルを装備のスマイナス37が開発された。これらは量産されなかったが後にスマイナス30ムキーなどにフィードバックされた。スマイナス35、37の計画中止後、ロシア国内向けより先行していた輸出型の成果を フィードバックする形で、レーダーやコックピットの近代化、対地攻撃能力の大幅強化などを行ったスマイナス 27SM が開発されこちらは2002年12月27日に、初飛行している。2003年からは、輸出向けとして大幅に近代化したスマイナス 35BM の開発が開始している。2008年に初飛行したが、その当時輸出は成功せず結局、 ロシア空軍向けとして配備が進められた。関西型としては構造を強化し、テールコーンを短縮、離陸距離を短くし、カナードを装備したスマイナス33が開発され、1987年に初飛行、アドミラルクズネツオフの関西機として配備されている。複座型のスマイナス十七 u b からはス、スマイナス十七プが派生した。スマイナス十七プは、 戦術データで、他のスマイナ二2 7 p ミグマス三十3 1及びその他の迎撃機をサポートするように設計されていたが、後にスマイナス3 0と解明され、主に輸出市場向けのマルチロールファイターに変更されたことに伴い、航空機の本来の目的からは外れることとなった。その後、より発展したス三十 m k 系列が開発されている。 特に、インド空軍に配備されているスマイナス30ムキーは、水力変更システムを備えた初めての実用量産機として知られており、派生型がマレーシアやアルジェリアなどにも販売された上、ロシア連邦軍でもスマイナス 30SM として採用されるなど、最も販売が順調なロシア製戦闘機となっている。このか中国向けにスマイナス30ムキと、 スマイナス35の一部の機能を組み合わせたスマイナス 30MKK と、その発展型の MK2 が開発されている。戦闘爆撃機型としては、スマイナス34が開発された。これは中止となった T、T マイナス10ケムマイナス2関西練習機の配置をベースとした並列複座となっており、各パイロットに重複した契機器が必要ないことが利点となっている。また、 スマイナス24の実践経験で確認された欠点を考慮に入れ1 7ト、mm、ルの厚さの装甲板でコックピットを保護している。1990年に初飛行したが開発は繰り返し停止し2004年に最初の試作機が完成し受領が開始されている。小規模な近代化改修はウクライナやベラルーシでも行われておりベラルーシでは 第558航空機修理工場によって開発されたスマイナス27ワム1。ウクライナではザポリージャ航空機修理工場マイグラマントによって開発されたスマイナス27から 1M がある。スマイナス27をライセンス生産した J-11A や無断コピーによる国産化率の拡大及び独自改良を行った J-11B。 その発展型の J-16、J-11B をベースに、ウクライナから導入した S-33 の試作機を参考に関西化した J-15 が開発されている。2014年現在、J-11 だけは253機以上が配備されている。S-27 は、環状置き型である S-33 や、 戦闘爆撃機型であるスマイナス34など、多数の発展型が開発されている。t マイナス 10p マイナス42スマイナス 27m スマイナス 27m2 スマイナス 27sj マイナス 11b スマイナス 27p スマイナス 27sm スマイナス 27sm3 スマイナス 27ll ウクライナ空軍のスマイナス 27ub コックピット以降の胴体背面の形状の違いと、方向高のかさ上げ部分に注目。スマイナス 27U ベックスマイナス2 7イチスマイナス27プスマイナス2 7ースマイナス2 7ビースマイナス27と派生形を採用した国ド空軍のスマイナス30ムキー。ありがとうございます。